やっぱりお前好かんわ。なんかすいません、忙しいところ話しかけて。私が悪いと？大体から100点満点だけ、お小遣いよろしく。お前は 57% の可能性しかなかっちゅうことだ。こっち見ていい？ひーっつった。ここにあるのは自給自足、自己責任、そして自由、まあそんだけだよ。マジイカれと。やっと呼吸ができた感じ。間違えたくないやん。その自分が選んだ道が違ったりして。生きるって何ですかね。お願いします。はい、本日の高橋宏之のシネマ館配信も映画監督とお話しさせていただきたいと思います。まずは自己紹介のほどお願いいたします。どうも皆さん、はじめまして。監督の優猪瀬と申します。今回、私の初上映、一般公開作品となる2を一緒にお話できたなと思います。よろしくお願いします。お願いしますね。言い方で2なのか2なのか方言なんで ね、 壁紙ついてるんで、皆さんこのひらがなの2に一応丸をつけてるってね。はい、これ丸は意味があるのか。どんどんあります。あ、この丸にも意味があるんですね。はい、思いを持って、はい、そうですね、丸をつけてます。ね、初めは分からなくて、方言でかさぶたっていうことが分かったので、はい、それを知った上で見ると、割合納得する。割合2だけでいくと、全然関西人からさ、何中華の2なのかとかいろいろ考えながら見て、で中盤でちょっとプレス拝見して、あ、かさぶたって意味なんだなっていうので、そうです、やると全然それでなんか意味が分かったっていう感じなんですけど、ね、初めは、はい、この2をどういう合言葉なのかなのかっていう感じだけで見ちゃったんで、あれです、ね。まあ、きっとね、日本映画史上一番短いタイトルだと思うんですけど、ね、なんかこれがどういう意味だろうみたいなことでね、会話が、生まれたり調べたりっていうのも面白いかなと思って、思い切って方言で一文字でタイトルにしてみました。はい、そういう作品ですけども、簡単にあらすじの方お願いいたします。はい、今回この映画2なんですけれども、はい、ストーリー的には、高校3年生の、男の子が主人公で、はい、まあ、少年が大人への一歩を踏み出していく青春物語ってなってるんですけれども、はいはい、まあ、一味違う青春、まあ、これもちろん、私自身の実体験を元にしたことが多いんですけれども、はい、なんか僕にとっての青春って、こうキラキラ輝いて何かを勝ち取って、うん、みんな一緒に団結してっていう青春ではなく、はい、どっちかというと逃げて負けてボロボロになって傷ついて、うん、でどっか空っぽになってようやく初めて、あ、なんだろうな、こう自分は特別じゃないんだって気づいた時に初めて蓋が開いたような感覚があったんで、はい、なんかそれってなんか生きてる人みんながいつかどっかで体験してるようなことじゃないかなと思って、うん、ここが共感できればなと思った、ね、物語になってます。はい、青春のね、1ページみたいな感じで、ね、おのおのの青春があって、その中でもその感動が経験してきた部分も入ってるということですね。そうですね、はい、これだから暗くなくて、コピーにも感じる曇り空っていうところがね、また微妙ですよね。そうですね、そうです。なんかね、今流行りのね、うん、青春映画っていうとキラキラ恋愛、うん、カピカピって思うんですけど真逆ですね。うん、でもそんな暗くないっていうところがね、はい、ね、だからこの曇り空っていう表現が、まあ、合うなっていう感じで拝見してたんですけど、はい、でこれはまあ、一応佐賀のプロジェクトっていうか、そうです、そういうプロジェクトがあってのご制作なんですね。そうですね、まあ、ちょっと数年前に佐賀の県の、はい、まあ、非公式の PR 動画を作って、はい、佐賀ランドっていう3分ぐらいのショートムービーなんですけれども、はい、それがあって、じゃあ第2弾もう一回何か佐賀でやろうよって言った時に、はい、まあ、僕としてはじゃあ映画を作りましょうってことで、はい、ね、通常であれば映画って企画ができると、じゃあ、ね、東京にある、芸能事務所に打診して誰か役者をっていうふうになるのが普通だと思うんですけれども、はい、なんかそういう流れももう嫌だな、うん、なんか全部佐賀でやってみようってことで、はい、本当に
大学から高校から飲み屋からいろんなところ回って、はい。面構えのいい人に声をかけて、うん。オーディションをして、で、8ヶ月ぐらいトレーニングして、うん。で、出てもらってっていう、うん、なんかこう、本当に地方で丸々1個映画を作るっていう大きなプロジェクトのもと、はい。そうですね、2年ぐらいかけて作りましたね。監督自身、佐賀でしたっけ、出身。監督は母親が佐賀出身で、はい、僕が生まれた病院も嬉野病院です。あ、そうなんですね。はい。まあ、一応出身地は佐賀になるわけですね。そうですね。ずっと何年もちっちゃい頃から毎年毎年はい、行ってた土地なので。はい。なんかその思い、その思いもあるっていうね、感じでね。なんかそうコンですセね。プトね、コンセプトでいろいろ変えてましたけど、地域を一つにっていうのはまずあって、はい。で、コンセプト2で未経験の学生やスタッフが参加するということで、はい。これだから、こう、またワークショップとはちょっと違うんですよね。ワークショップとは別ですね。ね、映画のワどっークショッちかっプってていううのはと、そうね、ですね。もともとやってはる人がより一層っていう感じで、なんか、ワークショップをして、こう映画作るっていうね、姿勢もありますが、またそれとは全然ええ。違うかって、またその完全なオーディションでもないっていう感じですね。そうです。本当何もないところにう映画っていうものをぶち込んでみたらどうん。なるだろうっていうぐらいな思いだったんで、もちろんね、出演する人が、佐賀出身だったり、佐賀に住んでたりっていう人もあるんですけども、あとはその映画制作自体を通して、学生だったりなんだりに、作る側にも入ってもらって、なるほまあ、どね。映画制作を体験してもらおうってことはいで。はい。ね、で、まあ、あと地域はい。の魅力を発信しているということが、まあ、大きなね、3つのコンセプトで書いてありましたよね。でも、はい。そういう、なんか、それあまり未経験の人、まあ、俳優さんでもその未経験の人が多かったと思うんですけども、拝見してたら、そんなにね、感じさせないというか。時間、お金はあんまりなかったですけど、時間はたっぷりあったんで、やっぱりその8ヶ月、9ヶ月の間で、で、やっぱり皆さん、その演技にすることに対して空っぽの状態なので、全部こちらから与えること全部吸収してくれるんで、逆に、そうですね、やりやすかったですね、僕も。だから素直な演技っていう感じですね。まあ、もう素直 に素直あなれ演でし技、た素し、直な俳優さんっていう感じで。やっぱりあとはね、そうやって関係性を作っていく上で、いろんなその個人の人生だったり、バックグラウンドだったり、感じてることだったりをね、やっぱこう、お互い話すことで生まれてきて、で、それが今回の映画の中では、脚本に書かれてない言葉として、描かれている場面がいくつもあります。なるほどね。あの、我、はい。冒頭の、あの、オープニングもね、なんか今までありそうな感じやったんけど、あんまり私の中では覚えがない始まりで、そこの割おはいきなり斬新でしたね。お。ああ、ありがとうございます。ほんで、もうあの、結局これ、だから、今さっき3つのコンセプトと言いますけど、なんか映画もなんか3つになんか分かれるような感じてる感じしたんですけど、初めはもともとね、学校生活のはシーンがあって、普通にその主人公の、まあ、過去というか、我そのバックグラウンドが分かるようなね、はいはいはい、やつで、普通のもう何もない学校生そう活です。のね、映画やって、片田舎のそうです劣ね。等感まみれの男の子の生活が見える。そうですね。ほんで、急に、まあ、ちょっと嫌になって、まあ、森に逃げていくわけですけども、そはいこからが割合、展開が読めなくて、はい。どういうふうに、その集まりがどうなのかっていうところがね、はい。微妙な表現をされてたので、はそれが、正常なのか異常なのか、自由なのか、束縛なのかっていうのがね、割合考えさせられるっていうか。もう多分見てる人によって受け取り方多分ね、違うと思います。でもなんか別に特に何かを強調してるっていうわけではないんですけど、あの辺が急にその前半の、学校生活と全然違う感じで、別に比喩してるわけではないんですけど、なんかね、急にね、こう、スッと、こう、切り替わったっていうかね。そうです。そんな感じでね。あれはそうですね、僕もそもそも高校までは日本にいたんですけども、17歳の時に、ポンって海外に行っちゃったんです。ただそれも逃げるようにですけど、何も、その大学も受かんなかったし、行き先なくなって逃げた先が海外だったんですけど、ポンって行っちゃうと、やっぱりいろんなことがカルチャーショックで、っていう、突拍子もない変化みたいなのは、僕の中ではありましたね。だから海外がこれ森っていう表現になったわけですね、前はそうね。です。僕の海外生活10年分のいろんな体験
を詰め込んだっていうのがそこの、世界ですね。映画の。あの中で感じたのは、なんか、やっぱり根底にはこう生きるっていうのが、なんかテーマに、はい、全体的にその生きるが多分あると思うんですけど、我々は森のシーンで強調されてたというか、はい、急にこう波長がその、あ、生きるがテーマなんやっていう感じがね、なんか我々伝わってきましたけどね。はい。うん、それも僕もそうですね。初めて海外行って、そのボロボロになって、一人ぼっちになって、うん、何も通じない時になって、初めて、うん、生きようっていうことを生まれて初めて、ね、意識したタイミングでもあったんで、はいね、普段何気ない時ってそういうのを感じなかったんですけど、うん、なんかそれもなんか見てて、拝見してて伝わってきましたよね、やっぱりね。ああ、よかったです。ね、で、まあ、そう逃げていっても、やっぱりこう、どこにでも争いごとはあるんやなっていうのをね、ちゃんと描いてあって。はい、それはその監督 の、 体験からでも、逃げてもやっぱり争いはちょっとついてくるんですよね、どうしてもね。そうです、逃げても付きまとってくるのが人生というか、なんかね、逃げても逃げてもついてくるものってあるじゃないですか、やっぱり。はいはいはい。だからどうですか、まあ、本当争いごとはダメなんですけど、でも生きる上ではやっぱりちょっとなんか争いごとは必要っていうか不可欠なんかなっていうのがね、なんか見てて、そうですね、逃げられない戦いというか、変な言い方ですけど ね、うん、ね、戦う争う時っていろんなきっかけがあると思うんですけれども、うん、あと目的というか、そうですね、だから、はい、まあ、悪い争いじゃなくていい争いっていうのもね、そうですね、何かを奪い取るための戦いではなく、うん、あくまで自分が生きるためっていう、生き残るためだけの争いというか、うんうん、傷つけ、人をあまり傷つけないでね、そういう争いね、なんかあったね。だから我々なんかその辺でちょっと勇気の叫びがすごく切ないなっていうのをちょっと感じましたね。それがあって、まあこれはあんまり言うとネタバレなんで、最後の方でね、また急に青春映画に、ちょっと森の部分はだからちょっと青春映画とは少し離れるんですけど、その、はい、そのさっき言った三本柱になってるなっていう感じで、終盤戦でまたこう、はい、まあ、戻ってくるという言い方おかしいですけど、はい、そうです ね、 ね、戻ってきて、またそこでこの冒頭の学校生活の映画とまた違う、急にガチッとした青春映画に、はい、あるという、戻ります、戻りますね。だからその中、この構成がすごく良くて、小森で終わっちゃうとそれでもいいんでしょうけど、なんか後味悪かったのが、最後でピタッてなんか曇り空がね、実は私の表現ではちょっと心は晴れ空になったなっていう。そうですね、最後のカットがそう思わせてくれる、うん、そうですね、狙われたショットなんで、そうですね、で、はい、私は最後にかさぶたが取れてよかったって感想で書いてるんですけどね。どうぞ、かさぶたが取れてまた進んでいくと、またいつか怪我するだろうし、うん、でもまた多分かさぶたできるし、はい、でかさぶたってね、次の新しい命を育んでる機会なんで、はい、もう何度でも何度でもかさぶた作っちゃえばいいじゃんっていう思いで、つに丸をつけてる、うん、なるほどね、何度でも何度でも何度でもっていう、なるほど、そういう意味なんですね。あ、始まりも終わりもない、なん、もう永久にそれが続くんだっていう思いでつ丸です。今ちょっと丸腹とか言われてますけどね、丸つけた丸、若い子は丸腹って今言うてるからそういう捉え方、ね、そういう捉え方してもあれなんですけど、全然これはそういう意味じゃないです。逆のね、ない丸ですから、ね。そうですね。そっちです。丸肌ではない。丸肌じゃないよって言って。じゃない。そうです。ですね、そっちです。こう面白いですね。今時代がなんかこの題名に近づいたというか。いいですね。ね、時代に合ってます、ね、ある意味。ね、いや、こう面白いですね。よく考えてね。2だけやと、はい、まあ、それもあるんですけど、やっぱりこう丸がこの位置にあるっていうのは。そういう、ええ、今監督の話だけど、ちょっとそこはあれですよね、こう上映前に聞きたい話ですね、少しね、ネタバレになるんですけど、ね、ぜひ今終わってから聞くと納得はするんですけど、ちょっとやっぱりかさぶたの部分と、ええ、この題名のそのなんかテーマをみんな知ってから見てほしいなっていう、そうですね、知ってから見るのと知らずに見るのではまた受け取って第一印象変わるかもしれないですね。まあまあ、リピートにはつながると思いますけど、もう一回、ええ、もう一回見ようかなって。なりますけどね。でも今、いろいろお話しさせてもらうと、あ、全部納得しました。ああ、よかった。別に、大体いろんな
ことも考えさせてもらったんですね。これやっぱりあの全体的に見ててこう何気なく佐賀弁が出るのが心地いいですよね、はい、そうですね。もうやっぱ佐賀映画ってことでもう全部もう佐賀弁で、ね、で多分これ関西弁ではこの物語は成り立たないやろなと思いがら見てあのまた関西は関西でね多分独特な雰囲気が出ると思うんで、うん、それからね今回でも何もって言われてる佐賀でやってるんでこの伝え方が多分でも関西弁では多分伝わらないと思いますけどねなんかそう思いながら見て、ほんでこう標準語でもまたちょっと違うんですね。多分違うと思います ね、 ね、こうだから全部が全部方言じゃないけどこの言葉の何かのところにちょっと佐賀弁が入るのが、はい、余計にこの精神映画を強調してるっていうかね。そのやっぱ日本のどっか片田舎というか、うん、だから先ほどそれだけでちょっとねファンタジーっぽくなるのかなと僕は思ってます。やっぱそうだからあのそういう先ほどおっしゃったようにキラキラだけではないっていうね、うん、あの東方映画のなんかキラキラしてるその恋愛がなくて、ね、全く違いますね、うん、でも結局田舎臭くないですね。変な話ね、正直な話、はい、こうなんか温みがあるっていうかね、なんかその辺がこう全てがこう理解できない方言だと辛いんですけど、うん、こう何かの拍子にね、うん、結局若者やからある程度今標準語は喋れるでしょうし、ええ、でも結局 100% 喋りきれないというところがね、なんか良かったですね、うんうんうん、なんかあそういうところも一つの面白みって感じていただけたらなと思いますね。そうですね、だからもう映像でその佐賀を見せる部分もありますけど、その言葉でなんか佐賀を感じさすっていうのがね、はい、ええ、だからやっぱり気分的にあこれは、うん、佐賀の学校やっていうのがなんかこうスッと入ってくるね、ええ、そう体感していただきたいなっていうところがやっぱり一番いいところだったんで、うん、で今まででも監督は我々そのショートムービーとかミュージックビデオ系が多かったんですか。そうでもないですか。普通の短編映画が多かったんですか。今では。そうですね。もちろん短編映画は作り続けてましたし、はい、そういう PR 動画もやってましたし、はい、で、まあね、自主制作で、はい、編長編みたいなのも作ってましたけれども、でようやくそうですね。まあテレビドラマの監督ですとか、はい、やる機会があって今回そうですね。ようやく。一般劇場公開初作品にたどり着けたっていう。なるほどね。だからちょっと集大、監督の集大成にもなってるような。一旦区切り、まあそうですね。今までの、うん、まあでもまだ一本目ですけどね。うん。まあだからここで区切りをつけて、また今後また全然ね。そうですね。はい。ここが今は、こう、割合ベストな形で作られた作品かなっていう感じでは。はい。思いますよね。もういろんな世界でね、なんかいろんな賞を取ってて。でも面白いですね。すごく評判がいい国と、はいはい、全然評判が悪い国と、国によって全く評価が全然違いますね。多分、感性的に、ね、感性の問題もあるやろうし、はい、結局その、結局今私はその青春映画、森のシーン、青春映画で把握ができましたけど、結局それがお国によっては、最後の青春の部分が逆に期待してないところもあるんですよね。うんうん、もっとこうどん曇りから雨になれよっていう、うん、これはちょっと晴れ空に戻ってきましたけど、逆になぜかねスペインイタリアあたりは評価がいいんですはいはいはい、あとネパールかな、はいはい、ネパールスペインイタリアあたりでは結構評価が良くて、はい、アメリカ行っちゃうと全く評価が良くなくて、あだからやっぱりアメリカはもうちょっとその最後が、うん、多分面白いです本当に、逆にちょっとめちゃくちゃなってほしいイメージがあったんじゃないですか。かもしれないですね。だから東京でも佐賀でも上映もしたんですけれども、うん、はい、見たお客さんの中でも本当、真っ二つですね。あすごい刺さったって言って、はい、本当2回3回見て、はいはい、ね、気に来てくださったお客さんもいますし、はい、真逆にこれも佐賀のダメなとこしか映ってない映画ですっていう人もいたんで本当に、うん、そうそうね、なんか悪いイメージは全然なかったですよね。でも多分その人は、まあ、まあ僕の解釈ですけど、多分本当に佐賀が好きだからそう思ったのかなと思います。でもまあまあ、でも正直な佐賀のね、部分と取ればね、別にそれは仕方がないことでね、綺麗事ばっかりのね、映画でも面白くないね。まあ、関西でわかんないっていう人もいましたし、ね、関西でどうなるかがまた面白いですね。関西いや面白い、もう楽しみです、ね、どう分かれるのかが楽しみです本当そうなんか、だからまあお笑いの部分は入ってないんで、そうですね、関西はお笑いを
あれさえするけど、まあ、作品の意味ではもう、ね、そうじゃないよっていうのも、初めからもう、でも面白いのがね、うん、海外の方が見たときに、はい、笑うんすよ。笑うときがあるんですよ、はいはい、この映画を見て。どこだ、森のシーンかな。森のシーンのときとか、なんかね、すごい不思議でした。あ、笑うんだ、ここでっていう。なるほどね。関西はどうする。まあでも、いやまあ、もうだから、微笑ましいシーンもあったりとかして、あもちろんですね、の 森のシーンではそんなにまあ微笑ましいんですけど、やっぱりその青春映画の部分では、やっぱりね、うん、微笑ましいところがあったんで、うんまあ、そこはどこまで笑いになっちゃうのか、微笑で笑いになるのか、そうですね。っていう感じですね。反応が楽しみです。ね、関西があって、また名古屋っていう地域もあって、ね、そうですね。あとは、北が北海道のことですかね。そうですね。多分地域によっていろいろ反応が違うんだろうなと思って、あのドキドキしてます。これ面白いですね。そういう映画であるっていうのも、意外と、全部で好評ですよ、だし、はっきりそういう地域も。もうはっきりしますね。ね、そういうね、それも2に分かるね。この2が。そうです。もうそれが僕にとっての。2なのか、2なのか、両方ですね。両方で。2でね。そうですね。どっちにあなたはどっちの2を選ぶかっていう感じで。ええ。本当そうです。楽しんでほしいなって。よければ、ぜひぜひ、よければ2マークして持って、もし合わなかったら、こうね、こっちでね、ピースの逆かなんか、逆バージョンで、分かりやすく感想くださいって言った時に、じゃあ皆さん手挙げて、つって、よかったらこっち、ダメだったらこっち。ここでもらうとね、傷つく、ね、こうビジュアルで、ちょっとそれで、ビジュアルで遊んでもらうと、投票しましょうってみんなで。ね、2択っていうことでね、2を引っ張って。どっちかしかダメです。面白いですね。それも、ええ、そういう見方もいいかなと思うね。でも本当に、まあはい、この映画でその、ね、いろんな話ができるっていうのは、それはそれで面白いですよね。そうです。うん、映画ってね、やっぱきっかけだと思うんで、うん、さっき言ったように、作るときもきっかけだし、うん、見た人が何かを感じてね、触れることもきっかけだし、うん、あとはもう何もないって言われてる佐賀県で一本作ったんで、うんうん、もうあとはもう他の県がまたこれを見て、うん、佐賀でできるんだったら、じゃあうちもできるっしょって言って、うんうん、もう地方からいろんな映画が生まれちゃえばいいのにっていうきっかけになればいいなと思ってます。最近はちょっともともと生まれたところのちょっと神戸のロケ地の作品を拝見してちょっと残念やった部分もあったってあ、そうなんですか。その後にそれとちょっと比べてみたらちょっとこっちは笑顔で語れるんですけど、それは我期待してたんですけど期待が大きくてちょっとバレちゃいました、ね、期待が大きい分ね、そうね、うん、何も期待しない方がやっぱね、だからね、そこからいいですから、そう、積み上げてる方がいいなと思います。はい、思います。ぜひとも、まあ、微力ですけど、まあ、関西公開、応援させていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、最後になりますけども、メッセージの方お願いいたします。はい、そうですね、今回、映画2なんですけれども、はい、まあ、僕にとって映画って一つの言語だと思っていて、僕の考えたストーリーをスクリーンを通じて、見てきてくださるお客様とコミュニケーションを図るっていった中で、まあ、もしかしたら89分間つまらない、たわいもないものかもしれないですけれども、まあ、どこか1分、なんか1秒、1セリフ、どっかの表情みたいなのが、なんか長く深く突き刺さるいいなという思いで作った映画ですので、ぜひ劇場でご覧になってください。よろしくお願いします。絶対ね、突き刺さると思います。大丈夫です。ありがとうございます。心配ないと思いますけどね。はい、ありがとうございます。ね、皆さん、劇場の方でご覧になっていただきたいと思います。本日は忙しい中、どうもありがとうございました。ありがとうございました。